はい、こんにちは、ヨッシーです。はい、こんにちは、マミです。今日はね、飲み友達のショウちゃんがやってるね、団子屋さんに行ってみたと思います。はい、どんな団子があるか楽しみだね。ちょ、舞坂町ね、浜松のね。はい、はい、早速行ってみたいと思います。じゃあ行くぜ、レッツラゴー。今日はあいにくの雨ですね。こんにちは。当チャンネルは熟年夫婦のヨッシーとマミさんが食べ歩き、飲み歩き、車中泊をし、人生をそれなりに楽しんでいる模様をアップしております。チャンネル登録、高評価いただけると幸いです。これ予約が結構ある。え、予約が結構ある。あ、そうなの。はい、ありがとう。いいっすよ。ちょっと携帯取りに行ったから。あ、OK です。あ、美味しそう。海苔、甘み、醤油、磯辺です。しっかりつけて。あ、おいしい。うん、柔らかい、めちゃめちゃ。おいしい。海苔美味しい。海苔の風味と。うまっ。タレがすごくマッチしてる。うまっ。醤油です。うん、うまっ。うん、違うお好みですか。両方全然味が違うけど、両方。あ、お団子がめっちゃ柔らかくてもちもちしてるから、うまい。うん、もみじおろし、どうぞ。もみじおろしをつけてもらいました。うん、うまっ。あ、うまいっすね。マジか、ちょっとそんな言われたら直接に刺される。俺はビール飲みたくなる。あ、うまい。全然別物。醤油団子は絶対もみじおろし。おつまみになる。おいしい。団子にもみじおろしって斬新やね。うん、これって硬くなる、団子自体は。やっぱり硬くなるっていうよりも2時間後ぐらいに食べると、団子自体にコシが出て、うん、で、もっともう団子団子してますね。うん、それが美味しい。僕はそっちの方が好きで。うん、で、冷えたりすると、うん、もうタレの主張がどんどん強くなってくる。あ、それもまたいいですね。あ、やばいわ。甘みたらし、その甘みたらしが、うん、かつお節がめっちゃ合うさ。かつおかけてみます。かつお甘だれにかつお。お、合う。ちょ、ほら、覚えて、ほら、買って帰ったらできるやろ、家で。はい、しらす団子、こっちでいいですか。はい、おす。
めっちゃ合うやばめっちゃ合う家でご飯の上に乗せてるような感覚佃煮とシラスを全然違和感ないそうで近づいた瞬間にシラスの味がくんやけど海苔が先ガッとくる喧嘩じゃないっすもんねうんお互いお互いにそうちゃんとしてうん知っちゃうっすうんうんうまっ食べ続けるとカパカパ食べられると多分ある人にドンとくるって感じ、うん、割とくるねきますよね、うんシラスの販売とかもしたらかんないあの前坂は生シラスが完食しちゃいました完食美味しかったじゃあきなこ2本ときなこ2本と、八丁味噌と八丁味噌とつぶあんごちそうさまでしたごちそうさまです美味しかったですありがとうございますありがとうね、はい、ありがとうございますよしどうかありください、ね、ありがとうはい、舞坂団子さん行ってまいりましためちゃめちゃ美味しかっためちゃめちゃ美味しかったあ新感覚のお団子屋さん、うん、あなんだ変わり本の団子が多いうん美味しかったであの団子ももちもちしててそうそう柔らかくてふわふわもちもちふわふわ焼きたてでねふわふわで、ねうん、めちゃめちゃ美味しかった、ね、そう美味しかった結構芸能人の方も来られてそうそうね飯尾さんとかずんの、うん静岡の方じゃ割とねテレビの取材とかも何件も来てて有名な感じでございましたそうですね来てよかったですもうお土産も買ってきましたそうお土産も買って何本食べた ?10 本ぐらい ?8 本 ?8 本食べてお土産に4本買ってそう2、30本軽く食えると思ったけどね意外と5本ぐらい食べるとズンってお腹にくるお腹はい膨れてくるよねやっぱり練り物だからうんでも美味しいなんかピチャピチャ喋りながらこう食べてられるみたいな感じで、うん。本人気ナンバーワン海苔、海苔団子。海苔。海苔みたらし。海苔みたらし。美味しかった。ご飯にも合うって言ってたね。そう。あのタレが。そう。うん。あの海苔の佃煮をちょっと甘くしたような感じで、うん、で海苔自体がほんまにあの作っちゃん自分で作って海苔やから美味しい。そうそうそう。漁師さん、翔ちゃんがね漁師さんだもんで。あの使ってる素材はね間違いない、うん、美味しいな磯辺の海苔も美味しかったしシラスも美味しかったしということでこんな感じです変わり種ですまあ本当愛知県じゃね全然知名度ない団子屋さんだから、ね、ぜひ来てほしいですうんぜひぜひ豊橋から車で30分ぐらい超おすすめの団子屋さんですインスタもありますんで、はい、ぜひ見てくださいよかったらお願いします、はい、じゃあねバイビー